いまから第58回旭川冬祭り雪像引き渡し式を行います。担任官登壇。担任官に敬礼。報告。第58回旭川冬祭り協力隊全員雪像一揆およびマリコリン雪像一揆喝采。担任官訓示、指揮者のみの敬礼。まずもって本日は大変にお忙しい中、西川会長、新谷委員長をはじめ多数のご来賓の皆様方にご臨席を賜り大変ありがとうございます。さて、旭川冬祭り、協力隊の隊員所管、協力隊長穴沢二佐を核心として約1ヶ月間にわたり厳しい気象条件をはじめとするさまざまな困難を克服し、真摯に黙々と任務に邁進をして、大変に、ご苦労であった。特に旭山動物園開園50周年を記念をした白熊カバを代表とする夢の動物園を立体的に完成させた大雪像隊、子供から大人まで来場した全員が思わず滑りたくなるような100メートルの大滑り台4本を完走制作に取り組み、一件の事故もなく雪像制作の任務を完遂したことを担任官として大変に嬉しく思う。またある時は時期不相応な陽気の中で雪像の融雪を防止すると誇りと情熱を持って雪像制作に取り組んでくれた各人の姿を目の当たりにして非常に感銘を受けたところである。また穴沢協力隊長は工程管理を的確に実施するとともに隊員からあらゆる意見を聴取、必要なものを具現できるよう上級部隊に上申する等により制作体制を逐次改善向上させることで協力隊の団結強化とともに最後の撤収完了まで安全管理に十分留意をして無事任務を完遂することを改めて要望して訓示とする。石像引き渡し書。旭川冬祭り実行委員会会長西川正人様。一つ、メイン雪像夢の動物園。一つ、バルコニー雪像飛んで元気を私に。雨季の雪像引き渡しいたします。平成29年2月6日陸上自衛隊第二師団長高田克樹第六。雪像確認受領書。陸上自衛隊第二師団師団長高田克樹様。一つ、メイン雪像夢の動物園。一つ、バルコニー雪像飛んで元気を私に。雨季の雪像を確認受領いたしました。ご紹介をいただきました第58回旭川冬祭り実行委員会会長の西川でございます。1月の5日に協力部隊の編成を完結をしていただいてから約1ヶ月間にわたりまして、陸上自衛隊第2師団の皆様方、ただいまご挨拶がありました前田担任官をはじめ穴沢協力隊長、そして制作に当たっていただきましたたくさんの部隊隊員の皆様方、本当にありがとうございます。そして私どももこの冬祭りを何としても大成功に導いていかなければならないという思いを強くさせていただいたところでございました。引き渡し式を終了いたします。実行委員会会長西川様、退場願います。そうですね、雪像見て分かるんですね。カバのダイナミックさとですね、ダイナミックさと熊 の立体感ですかね、斜めになっていると思うんですけど、これを出すのに非常に力を注ぎました。
やはりですね、期日に間に合わせて、旭川市民だけじゃなくてですね、国内外からの皆様に喜んでもらえるものを作りたいと思ってやっています。やはりですね、雪を積むところ、全てなんですけども、雪を積み出してですね、それをどうやって形にして削り出すところ、この辺が一番重要なところで、これはやっぱり難しいなと思っておりました。